じゃあ通風口に網戸を入れてきます。とっと。もうちょい区切った必要だと思うんだよね。まあ結構端々がいるな、ここ。
このボンドで塞がんねえかな。はい、超雑。でもこれでいいと思うんよ。あともう何、あともう一本二本釘打って釘を寝かせて終わり。じゃあ塞ごうかな。だるいし。よっしゃ、終わりです。まあ、こんな感じかな。